逆転合格ならファストアップ。青山学院大学英米文学科1年です。同じく青山学院大学英米文学科1年です。いやもう100点です。はい、まあ、僕としては、まあ、0点かなっていう感じですね。立地とかもめっちゃいいですし、友達とかも本当英米文学科と留学生とかもいっぱいいて、友達と喋っただけでも勉強になったりするんで、めっちゃいい大学だなって思いました。英語で進む授業があるんで、リスニングもスピーキングも同時に鍛えれる授業が自分にとってはめっちゃ役に立つなって思います。ジムが年間3000円かかるってことで、ちょっとそこら辺高いなっていうところがあって、まあ、立教とかは結構無料でできたりするんですけど、ちょっと3000円ってところがネックですね。はい、そうですね。いいところといったら、まあ学食が、美味しくて安いっていうところですね。僕的には、チキン南蛮定食が、まあ、一番好きかなと思います。受験期は大変だと思いますけど、心折れずに頑張ってください。お願いします。まあ受験っていうのは、まあ、筋トレと一緒でやっぱり自分で追い込んでいくってことが大事になってくるので、まあタンパク質をしっかりとってしっかり寝て勉強してください。逆転合格ならファストアップ。青山学院大学1年生国際政治経済学部国際コミュニケーション学科です。100点満点ですね。まあ、本当は150点ぐらいなんですけど、ちょっと減点したところで、タバコ吸ってる人が多くて、先輩とかたまにあタバコの匂いするなみたいな人がいたりとか、学食が、まあ、ものすごく美味しいんですけど、ちょっと狭くてめちゃめちゃ混むんですよ。だから授業の後とか3分で出てもめちゃめちゃ埋まってて、あコンビニ行くかみたいになっちゃうんで、そこがちょっと不満かなって感じです。学校の中に猫が住んでるんですよ。20匹弱ぐらい住んでて、でなんか都会の中だけど、その猫にご飯あげたりとかできて、ちょっとほのぼのするなみたいな自然感じられるところがめっちゃ好きです。サークルもいっぱいあるんで、まあ、軽音だけでも9個ぐらいあるし、まあ、それこそ猫にご飯あげるサークルとかもあって、まあ、いろんなサークルがあるのも魅力の一つだと思います。やっぱり受験勉強大変だと思うんですけど、学校に入ったらまあ勉強しなきゃいけないけど、その勉強を頑張ってきた分の楽しさっていうのがもう500倍ぐらいになって帰ってくるから、勉強頑張ってください。逆転合格ならファストアップ。青山学院大学総合文化政策学部総合文化政策学科です。同じく青山学院大学総合文化政策学部総合文化政策学科です。80点ですね。70点です。僕たちにとっていいのが、やっぱ駅から近い歩いて来れるし、あと、まあ、渋谷にあるから、空き駒とかで外出たとしても周りにいろんなことがあるので、刺激もらえるところがいっぱいあるので、全然飽きないかなっていうのはあるんですけど、ちょっとマイナスな部分で、まあ、これは学部のによると思うんですけど、学部が結構忙しかったりするので、やりたかったなって高校の時思ってたことが1年ではできなくて、2年生からそういうのができるみたいな、そういうのをちょっとあんまり知らなかったから、そこでちょっとまあ引きましたって感じですね。自分の行きたい大学の学部とかの情報を最初はウェブサイトとかで目を通すことが大事だと思います。人によるとは思うんですけど、先輩とか、まあ、いなかったら、まあ、塾の先生とかでもいいと思うから、その学部が1年からどういう授業を出してるかとか、ちょっとめんどくさいかもしれないけど、そういうのも確認した方が1年生からしっかりやりたいことが見えてくるのかなとか思います。70点の理由は、まずいいところから、渋谷っていう場所にあって、本当に全国いろんなとこから友達が来て、学部上なんですけど映画作ってる人とか、あとはなんかファッションに興味があってすごいおしゃれな人とかっていうのが、今まで自分の過ごしてきたなんかその環境よりももっと幅広い人たちがいる学部だったので、そこはすごい刺激をもらって入ってよかったなって思います。悪い点だと、まあ、良くも悪くも都心ってことで人が多くて、やっぱり人に見られてるみたいなのがすごい感じるので、僕は気使わなきゃいけなくて、それはちょっと疲れるなみたいなのあります。ユニクロでとりあえず綺麗めに系統揃えればいけます。なんか大人っぽい格好すればいいじゃないですか。全然違うですけど、今めっちゃいろんなおしゃれな人もいるけど、毎日めっちゃおしゃれってわけではなく、いつも普通に着てるなんか無地のシャツとかそういうので1週間半分ぐらい行って、まあ、半分ぐらいはちょっと頑張るみたいなそんなので、毎日みんなめっちゃおしゃれして行ってるわけじゃないから、そこは全然安心してもらって、今やってる勉強とか
あの努力とかは、まあその第一志望受かる受かんないにしても絶対今やってる時間は無駄にならないと思うので、自分の将来考えて必死に頑張ってください。応援してます。目の前のことを逃げずに、ちゃんと向き合ってやってください。頑張ってください。逆転合格ならファストアップ。